ただいま9時23分の、あ、違う、9月23日の9時10分です。動画をご視聴いただきましてありがとうございます。この日はですね、前日に引き続き、ガチ勢の稲刈りということでお越しいただいた方と、午前中に、一つですね、はざかけの稲刈りを行いました。この日は午後もね、作業がありまして、それはイベントで、稲刈りの手刈りの体験イベントをやる、ものがありますので、まあ、ウォーミングアップになるように、こんな、ちょっとね、見た感じちっちゃい、前日に比べて、まあ、6分の1ぐらいの面積の田んぼの、稲刈りを行っております。皆さんね、やっぱり前日の作業で、容量を得たのか、ものすごい、手際よく、作業が進みました。あ、カニが。お、本当そこに。去年なんかカニを子供が3匹捕まえ、この稲刈りの時に捕まえて、家で飼ったんですけど。あ、飼った？はい。素揚げして食ったの？いや、今1匹だけ生き残ってます。水きちんと変えてあげればいいでしょ。うん。スルメあげて。うん。食べることしか考えてない。俺も今、サワガニ。あ、嘘。本当。はい。おかず。なんか素揚げか唐揚げかなんかしてうまそうだ。もしあれだったら食べてみる。爪が美味しい。去年はですね、家族でここをやった時に、雨が降ってですね、一回この、ハザ、張ってが倒れて、大変苦労したんですが、今年は天気もまだ収まってですね、曇りではありましたが、手際よくできました。ちゃんと見た目がいい感じで寄せていただいただきました、ね、はい、無事に、ここの稲刈りが終わりました。今日はちょっとコンパクトな感じでしたが、いい感じでした。はい、終了時刻は10時26分でした。この後ですね、午後からイベントでこう手刈りのイベントの稲刈りをやりますんで、まあ午前中は、昨日のガチ勢の方有志でここの田んぼもやっていただきましたが、午後は、イベントで、ちょっと池谷文庫の隣のところをやります。はい、ただいま9月23日の13時46分ですね。午後は30人近くの方と一緒に稲刈りが行われました。じゃあそしたらですね、ちょっとまあ準備が整った方からちょっと田んぼのあぜの方にこうお越しください。じゃあちょっとですね、丸けるのが、できる人はちょっと手を挙げてください。できる人はちょっと向こうの方に立っていただいて、で何人かできない人はできる人についてグループごとにちょっと分かれてやれればと思いますので、一グループだいたい5人ぐらいでお願いします。私できるんですけど、多田さんと逆なんですよね。あ、いや大丈夫です。はい。切るときに逆手で私切るんで、あ、そうすると上側が根元にある。ああ、そうなんです。そうすると、この側を持つ向きの逆で、まあ出来上がりがあれであれば、はい、構いませんので。じゃあここの皆さんは私の方が、はい、お願いします。はい、じゃあちょっとですね、一緒にまず刈るのはもう簡単に皆さん刈れると思いますので、こうやって、ちょっと先で行く。
で、まあある程度手にいっぱいになったら多分 3個か4個ぐらい刈ればちょうどいいぐらいの大きさになると思います。一回バッテンができたらちょっとこれですね、貼るときにこうやってちょっとこうひねるようにやれば結構こうやらなくてもこうずっとひねって、はい、あ、バッテンにしておいた方がいいです。あ、今の束でいいですよ。はい、あまり小さすぎるとまた逆に、じゃあバッテリーまでできたらちょっと一回丸けるのをちょっとやってみ、練習してみたいと思いますので、じゃあさっきの動画のイメージを持ちつつ、はい、できる方はじゃあちょっとこうあの こうやってこう、はい、私何回やってもできない。ああ。こうやって。はい。うん、いいですか。これは。はい。そうです、ね。あ、そうですね。はい。こうやって。で、こっちの根元の方あるじゃないですか。はい。根元の方を、まあ、左になるようにしてもらって。はい。いいですか。で、これで、まあ、さっき言ったみたいに、こう、一回回してその根元の方をここに入れる、はい、あ、こっちが根元だ、はい、根元、はい、藁の根元、はい、それを、はい、そうですね、これがねじれる向きに回しますんでこう回すと外れちゃいますね。なんで 逆ですね。できました。あ、いいですね。結構頑丈かどうかをちょっと見てください。こうやって振っても全然落ちなければ大丈夫。あ、いいですね。はい、一回やってできた方はもうどんどんと作業を進めていただいて構いませんので、よろしくお願いします。どうでしょう。はい。はい。そうですね。あ、これまだ回ってませんよ。回してからですね。回してから。はい。はい。こう見てね。はい。多いですね、はいはい、あ、そうですね、はいはいはい、うん、重たいんですね。あ、そうですね、起きながらやったらいいと思います。あ、はい、君初心者じゃないのに初心者ずらしてダメだだって4回ぐらいじゃないの。丸けられるか。じゃあ思い出さない。どうでしょう。ちょっと緩いですね。はい。ですね。そうですね。なんか結んでるみたいな感じになって。ですね、もしあれだったらこういう風にして置いてこうやって、いや結ぶんじゃなくてこうやってこう回して、はい、それでここにこういう風に、はい、わかりました。これだったらいいですね、はいはい、この後はひたすら手刈りで丸けながらですね、買っていったんですけれども、
まあ、正直昔の人はこれをずっと、まあ、機械なしでやってたっていうことを考えるとですね、本当にすごいなと、思います。まあ、今回はですね、イベントだったという関係上、まあ、時間の制限もありましたので、後半はですね、この画面のすごい奥側ですね、池谷文庫側、の方は丸々残してですね、この手前にあるバインダーで、刈ろうと。まあ、これ時間の兼ね合いを見て、まあ、バインダー使うか使わないか、いろいろ考えて、まあ、ギリギリまでね、手刈りで、できるようにしようかなと思ってたんですけれども、まあ夜はね、交流会もあったりしますし、まあイベントなのでですね、まあやっぱり体験ということで、まあガチではないのでですね、まあ程よく楽しんでいただけるペースでやろうということで、この、バインダーをですね、保険として用意をしております。で、ここからバインダーの有志をご覧いただければと思います。やっぱりね、このバインダーの、いいところは、刈るそばから、まあ、稲を結束してくれる、束ねてくれるところですね。これがあるとないとで、もう明らかに速さが違います。手刈りでもですね、ある程度慣れてくると、まあ、刈るだけだったら結構早く、できるんですけれども、やっぱり束ねるところがどうしてもね、時間がかかってしまいますんで、やはり文明の利器、これはすごい、素晴らしいものがあるなと、思いました。そして束ねた稲を運ぶ作業、これもねものすごい、実は人数が少ないと大変なんですが、やはりこれだけ、人がいるとですね、もうあっという間に、終わるというですね、ところで、すごいもうやはり人海戦術の力は素晴らしいと思います。はい、どこで、ちょっとこれ動画にしてますんで、私写真撮ってますんで終わりました。真ん中行きましょう。じゃあこちらお願いします。池谷で行きますか。はい、じゃあ行きます。池谷5枚ぐらい撮ります。そのまま、はい、 OK です。じゃあ皆さん今日はお疲れ様でした。皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、疲れたと思いますが、まあ、これだけのやっぱ人数がいたんで、無事に時間内に終わることができました。で、今日はそこの買ったご飯は食べれませんけども、別の場所で買った新米が食べられますんで、まあ、途中で帰られる方は申し訳ないんですけども、まあ、皆さんで、美味しいお米も食べながら、この後も盛り上がっていければいいなと思いますんで、じゃあまずは今日の感想を一言。またじゃあ今度は時計回りでここから順にじゃあ回していきます。はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした。いや、稲刈りのイベント自体は初めてだったんですけど、もうとても楽しくて、やっぱり人と話しながらワイワイして作業するのはとてもいいものだなと改めて実感しました。はい、また来年もまた草刈りからちょっとお邪魔させていただきたいと、田植えから、行きたいなと思っておりますので、3歳から、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。涼しくて、助かりました。実るほど神戸を垂れる稲穂かなということが、いい言葉があります。お米文化大切にしていきましょう。以上です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。昨日から、今日、稲刈り参加して、まあ雨降ったりですごい大変だったこともあったんですけど、まあ皆さんと一緒に稲刈りできてすごく楽しかったです。ありがとうございます。思ったよりも稲刈りがすごい楽しくて、今日一日すごい楽しかったです。ありがとうございました。
私は思ったより大変だったなという実感が湧きまして、でも、新米、お米ができることを楽しみにして、一粒一粒噛み締めて食べたいと思っております。今日はありがとうございました。昨日の予習がきちんと活かせた稲刈りかなと、思ったようなことができたんですけど、ちょっとぬかるみに足を捉えながらおっかなびっくりやってました。こんなに楽しい一日過ごせたことに感謝します。ありがとうございました。今日は本当に楽しい一日過ごせました。どうもありがとうございました。娘にとってもこんなに楽しい、こう、稲刈りっていうのは、もう人生初めての稲刈りだったんですけど、いい思い出になったと思います。まあ、こういった稲刈りの文化をですね、子供たちに、まあ、継承していけるようにですね、今後頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ちょっともう、途中から夢中になすぎて腰が痛くてしょうがないんですが、この後のお米も楽しみにしてます。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。本当に最初買った時にはこんなに枯れるんだろうかと思ってたんですけど、終わってみたらもうすごく綺麗になって、しかもなんか写真でしか見たことないような光景ができてたんですごいなと思いました。ありがとうございます。どうも楽しい稲刈りありがとうございました。この稲刈りまた来年続くように1年間夫婦仲もう持ちそうです。毎年毎年このイベントを楽しみに頑張っていきます。ありがとうございます。どうも皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。始まる前に約束したように僕6人分働きました。っていうのはあれですけども、僕のこのお米をですね、仲間がみんな待ってるもんですから、収穫の秋をですね、皆さんと一緒に思い出を共通できてよかったなと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。そうですね。普段僕らはデスクに座って、暗く仕事をしてるいるんですけど、こうやって体動かして皆さんと話しながら、笑顔でやれたのはすごく楽しくて明るい気持ちになることができました。ありがとうございました。ありがとうございます。なんか田植えをした時に本当こんなちっちゃかった稲が、もうこんな立派に成長して、で、またこの後お米も食べれるということでとても嬉しいです。はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。今日は天気もいい、そうです。雨も降らなくてすごいいい一日だったなと思います。また来年も皆さんで、ね、稲刈り、田植えからや稲刈りとか、たくさん、ね、イベントに皆さんと一緒に参加できたらなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。山菜採り、田植えとから始まって、雨の日も晴れの日も一緒に稲刈りできて、これから一緒にご飯が食べられることすごく嬉しいです。ありがとうございました。またお願いします。昨日から稲刈りと畑掛けのお手伝いしていたんですが、昨日ずっと雨で重い重い稲を運んでいたんですが、今日の稲はだいぶ乾いていたので全然違うなと、畑掛け足元も全然違う部分もあるし、同じようにぐちゃぐちゃのところもあって、まあそれも一つの楽しみということで楽しむことができました。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。もう終わりにつれてこんないい天気になっちゃって、なんか今日は夕日でご飯が食べれてますます美味しいんじゃないのかなみたいな、みんなのパワーだと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は一日ありがとうございました。いや、大学の友達も連れてまた来年おみんなでやれたらなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。一日お疲れ様でした。ありがとうございました。昨日から雨の中の稲刈りと、また今日手刈りの稲刈りも参加して、今日はやっぱなんか機械の偉大さと手刈りの大変さも実感できて、でもいい経験になりました。また来年も機会あれば来たいなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。今年初めて田植えと稲刈りと参加させていただいて、やっぱり田植えの方がしんどかったです。おお。でも楽しい、いい思い出になりました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆様お疲れ様でした。お疲れ様でした。今年3年目になるんですけど、まあ、
昨年160キロ、皆様にも、仲間に配ったらすぐなくなってしまって、今年はもう少し増やしてるんで、5キロで40件ぐらい配れればいいかなと。もうこのお米を食べるとですね、毎年、このお米はいつ届くんだっていうようなことになりますので、超好評なんで、我が家でも、だいたい5キロぐらいしか食べれません。あ、そうなんですね。もう皆様に配れるように、また、毎年頑張りたいと思います。以上です。ありがとうございました。あ、山口さんに。あ、山口さん。さっぱりしてる。それだけ違う感じだった。いや、お疲れ様でした。ありがとうございました。天気も恵まれて十分、時間ぴったりですかね。に終わって、それであと、美味しいご飯が食べれると思うと、最高であります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあどうもありがとうございました。本当にたくさんの方に、来ていただいて、楽しんでやっていただけたのが本当に嬉しいなと思います。この後も、残る方は、ぜひ盛り上がっていきたいと思いますし、また別の機会にも、たびたび気が向いたら、遊びに来ていただければと思います。どうもありがとうございました。じゃあ今後も、井桁に、ごひいきにお願いしますんで。じゃあ、よーっ！ありがとうございました。はい、まあ、終了したのは結構もうちょっと早かったんですが、ただいま、懇親、終了式終わった時刻が、16時38分でした。すぐ、さすが。あ、いいな。あ、そのシーンもいい。新米です。はい。ご自由に。はい。新米まだ自分も食べたことないですね。2023年。はい、初披露の初披露でございます。いただきます。はい。おー、なんか粘り気がすごい。はい、ちょっと竹具合がどうかあれですけど、よし、ちょっとすごいツヤツヤで美味しい。ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しいです。白い米だけで食べれます。おー、嬉しいですね。めっちゃ美味しい。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。